皆さんこんにちは。韓国とのネットを制しアジアプロ野球チャンピオンシップで2連覇を飾った侍ジャパン、精神的支柱ともいえる存在だったのが DeNA の牧秀悟選手です。決勝戦ではホームランを放つなど主軸として活躍し、チームメイトから胴上げをされる場面もありました。牧選手は今年3月に行われた WBC で世界一も経験しており、多くの経験を積んだシーズンだったのではないでしょうか。今回のアジアプロ野球チャンピオンシップでは思うような結果を残せない場面があったものの、チームを牽引、ある人物からの助言を糧に取り組んできたからこその結果だったようです。今回の動画では牧選手の活躍を支えたある助言について紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。11月19日に行われた決勝の韓国戦で勝利し、ようやく2023年シーズンを終えた牧選手、 WBC に向けた活動が始まった2月から考えると約9ヶ月という長いシーズンがようやく終わりました。 WBC では主にセカンドとして出場し、1次ラウンドの中国戦、チェコ戦で本塁打を記録。しかし7試合のうちスタメン出場したのは3試合のみで、打率2割という悔しい結果に終わりました。思うような結果が残せなかったこともあり、やり残したことがあると語っていた牧選手。それでも国を背負って戦う中である気づきがあったといいます。当時を振り返り牧選手は、正直感じたのは準決勝決勝でのラインを一歩超えた時の歓声。正直緊張というよりも足がガクガクしたというか、ここで出られるかなという気持ちにはなってしまいましたとコメント。極度のプレッシャーを感じ、普段通りの精神状況でプレーできなかったとのこと。続けて、国を背負う戦いの中でどう自分の力を発揮するか、自分はちょっと発揮できなかったんですけどと悔しさをにじませています。準決勝のメキシコ戦は代打で出場したものの凡退し、決勝のアメリカ戦では出場ゼロ。歓喜の瞬間はベンチで迎えました。プレー時間は短かったものの、ベンチから感じる異様な雰囲気が心に深く刻まれているのでしょう。プレッシャーに押しつぶされそうだった。牧選手とは対照的に平常心でプレーできていた選手も多かったようで、周りの選手を見て山田哲人選手とか源田壮亮選手とかは何もプレッシャーがないような感じでプレーをされる。本当に裏ではやばいやばいと言ってる人たちでも、結局マウンドに上がったり打撃守備したらすごい強い顔つきというか、相手チームを圧倒するので、そういうギャップを見てすごいなと思ってましたと自分との違いを感じたようです。精神的な部分での課題を痛感できた一方、ある気づきもあったとのこと。劇的な逆転勝利があったこともあり、全員が一つになるのはこういうことなのかなってすごい感じました。負けてても誰かがポーンって打ったら全員で盛り上がりますし、ここぞの場面で追いついたり逆転するのは日本というチームだからこそできるものじゃないかなと思いましたと、チームの一体感についての気づきがあったそうです。実際侍ジャパンは決勝ラウンドの2試合でいずれも逆転勝ち、3点差を追いつき逆転サヨナラ勝ちを収めた。メキシコ戦に代表されるように一体感を感じる試合ばかりでした。大谷選手や吉田正尚選手らがチームメイトを鼓舞する姿も印象的で、学びは非常に大きかったようです。この一体感の重要性を伝えるべく、若手中心で行われるアジアプロ野球チャンピオンシップへの出場も決断。無理をせず来季に向けた準備を優先したいという選手が多く、辞退者も続出した中で WBC 経験者として唯一の出場となり、キャプテンも任されることとなりました。しかし春先から国際大会を戦い、シーズンでも全試合で4番を務めた疲労もあってか、開幕前の練習試合からなかなか調子が上がらない事態に、体力的な不安もあってか決勝進出を決めて迎えた18日のオーストラリア戦は欠場となりました。そんな苦しむ牧選手を支えたのは、これまでに先輩から受けてきた数々の助言だったのではないでしょうか。チームメイトに積極的にアドバイスを求める牧選手は、 DeNA の佐野選手の言葉の影響を受けているとのこと。佐野さんは打てないと結構引きずるタイプらしいんですが、
その日のことはその日で終わりにして、次の試合では自分らしいバッティングができるように切り替えていけばいいと教えてくださったんです。自分も打てないことが続くと結構引きずってしまうので、佐野さんの言葉は大きかったですねと明かしています。また首位打者に輝いた宮崎選手からは、まずは自分の形を大切にしないとダメだよ、どんなに悪くなっても自分の形を忘れないようにすれば必ず良くなるという助言を受けたことがあるそう。セリーグ屈指の好打者で首位打者を獲得したことのある佐野選手と宮崎選手の助言を胸にプレーを続けているようです。こういった先輩からの教えもあり、決勝では最高の結果を残すこととなります。決勝の韓国戦で4番に復帰した牧選手は、本職ではないファーストで出場した影響か、3回にバント処理をミス、このミスにつけ込む形で韓国が2点を先制し、侍ジャパンは苦戦を強いられました。それでも2点を追う5回裏に牧選手へ打席が回ると、真ん中低めのカーブを捉え、打球はレフトスタンドへ、自身のミスを取り返し反撃ののろしとなる一発を放ったのです。1点ビハインドで迎えた10回裏、ワンアウト2塁3塁の場面では、勝負を避けられたものの、続く坂倉選手が犠牲フライで同点に。最後は2アウト満塁から門脇選手がサヨナラ打を放ち、見事な勝利を収めました。試合後のインタビューで牧選手は、ビハインドを作った原因は自分でした、皆さんすみませんと笑顔で謝罪。続けて、あの1点で盛り上がった、なんとか得点になってよかったと自身のホームランについて振り返りました。キャプテンの重圧から解放され、長いシーズンがようやく終わったことで笑顔が弾けていたのが印象的です。キャプテンとして臨んだアジアプロ野球チャンピオンシップについて、牧選手は、めちゃくちゃ長かった、若い選手が生き生きとしてめちゃくちゃいい大会になったと振り返っています。結果がついてきたのはもちろんのこと、 WBC で感じた一体感をチームにもたらせたという手応えもあったのではないでしょうか。プレーや背中で引っ張った牧選手について、決勝戦でサヨナラ打を放った門脇選手は、自分のものを持っている、学びましたねとコメント。多くの先輩から学んだ牧選手の考えが次の世代に引き継がれていっていることがよくわかります。国際大会のたびに侍ジャパンの強みである一体感が引き継がれていけば、侍ジャパンの強さは続いていくはず。牧選手、そして侍ジャパンの今後の躍進から目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。